歓迎の挨拶をしまして、運転本部の石野源氏のお呼びよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。以上、ようこそまた運転キャンプへお越しいただきます。もう連続27回ですかということで、今年は、ドラフト1位で、4回出身の、中地君もですね、まあ、皆さんに指名していただきまして、しかも運転球場、スタートということで、いろんな話題があってですね、よく多少に非常に、まあ、喜んでおりますし、期待しております。まあ、このキャンプを応援してですね、またシーズンも頑張っていただきたいと思います。熱烈歓迎いたします。よろしくお願いします。今年もお世話になります。よろしくお願いします。じゃあ最後、ドランコを取られます。笑顔でお願いします。3、2、1。笑顔でお願いします。はい、ありがとうございます。これちょっと今年からデザイン変わりまして、グランドポートのキャンバーなんです。これちょっと置いて並べていただいて、すごい。ようこそ北谷山のお待ちしておりました。少しさ、まあ、寒くないですかね。私は少し寒いんですけど少し気温の方も、まあ、今日から少し暖かくなって15、6度なんですけど、はい、まあ、県外からするとすごく暖かいのかなと思いますので、ぜひ怪我のないように、私たちもすごく今年をより一層緊張感を持って支えなければいけないなと思っておりますので、ぜひ充実したキャンプを過ごせるように私も全面的に支えていきますので、よろしくお願いいたします。ようこそ山頂ありがとうございます。早くもキャンプの季節になりました。また今年もお世話になりますが、よろしくお願いいたします。まあ、昨年は大変残念な結果に終わりまして、まあ、監督、選手、非常に悔しい思いをしてこのキャンプまで過ごしてまいりました。まあ、このキャンプで一生懸命練習をして、今年こそはいい結果を出せるように、皆さんのご期待に添えるように頑張りますので、よろしくお願いします。監督、一言よろしくお願いします。はい、おはようございます。の昨年秋の沖縄に来させてもらったので、すごく早い感じがしますけども、また今年も1年本当にどうか、お世話になりますが、よろしくお願いします。今社長言われましたように、まあ、昨年の悔しさをバネに、まあ、秋から相当厳しい練習を選手には課してきました。まあ、その成果を、奥につなげて、そして、まあ、この春1ヶ月でしっかりと準備をしてシーズンに備えていきますので、まあ、1ヶ月間またいろいろご無理言うことはあると思いますが、どうかよろしくお願いいたします。いいですか。はい、今年ユニフォーム変わりまして、ジャンバーもちょっと変わったんですけども、ちょっと変わったらいいかですね。はい、ぜひつけて撮りましょう。もう選手と分からない。では、ツーショットでよろしくお願いします。はい、じゃあ正面の方もお願いいたします。はい、すいません。お願いします。大東で CBC テレビです。はい、昨日沖縄に入られたと思いますが、率直に今の心境を教えてください。まあ、いよいよ来たなという感じはありますし、まあ、昨年秋、まあ、キャンプで来てますので、
まあ、非常にあの沖縄に来たのがそんなに久しぶりの感じはしなかったんですけども、まあ、あの昨年秋、まあ、選手も相当厳しいキャンプをやってきましたし、まあ、それをこのオフ、しっかり、まあ、今度は自分でですね練習をしてきて、まあ、明日からの、まあ、キャンプ我々からしたら非常に、まあ、選手の動きっていうのは当然楽しみにはしてます。監督としては2度目の春のキャンプインとなりますが、その辺の心境の変化というのはいかがですか？まあ、1年目はあの随分、ね、自分の場合は年数も空きましたし、まあ、もちろん初めての監督ですし、まあ、その中で、まあ、自分の、まあ、描いていたようにできることできないことはたくさんあったんですけれども、まあ、我々も選手だけではなくてね、しっかり反省して、まあ、今年あのいい形で選手を機能させてあげられるように、まあ、そのためにはもちろん練習もしっかりしないといけないんですけども、やっていきたいなというふうには思っています。そして今日はあのチャタン・ジョミさんと順番にご挨拶に回られましたけれども、ご挨拶を終えて今はいかがですか？まあ、あの読谷に、ね、行った時っていうのは やはり今年は中地という投手が、まあ、地元の選手が入りましたし、まあ、当然あの読谷村を挙げてですね非常に盛り上がってるっていうことを聞いてますし、今チャタンの方に来させてもらったんですけども、まあ、とにかくチームの本気度を感じて、まあ、いろいろとぜひ協力をしたいと、まあ、そういうお言葉をいただきましたので、やはりあとは我々がしっかり結果を出すということに全力にやっていきたいなという気持ちです。いよいよ明日からキャンプインとなりますが、どんなキャンプにしていきたいですか？まあ、やはりあの、ね、厳しいキャンプにはなると思うんですけども、あくまでも選手には実践を持って、ね、上手くなるために、ね、自分が何をすべきかということをしっかりと考えた、まあ、そういうキャンプにしたいなというふうには思っています。いつも素晴らしい環境を用意していただいてありがとうございます。ありがとうございます、はい。あのなんとかそういう皆さんの期待に応えれるように頑張りたいと思うので、よろしくお願いします。またあの全国から球場来てくれる、はい、いやもう本当にコロナも落ち着いてきてますし、たくさんぜひ球場に来てもらって見に来てください。お願いします。ありがとうございました。よーアクション。お疲れ様です。お疲れ様でした。あの、はい、ちょっと告知をしてほしくて。はい、何なんですか？キャンプ中継が今年もありますという。また僕がもうよくないですか？秋のキャンプもお願いしましたね。やりましょうか。今年のキャンプ見どころ、小笠原選手的にはどういったところ見どころ？はい、まあ、ユニフォームが変わってるっていうので、まあいろんな選手の新しいユニフォーム姿っていうのが見れますし、あとはそうですね、去年最下位で今年にかける思いっていうのは多分誰みんな強いと思うので、まあ、そこをあの熱い視線でみんなやってると思うので、まあ、そこを見てほしいですね。あのもちろん練習は第一なんですけど、はいはい、カメラ見つけたらサービスも小笠原選手してくれますか？僕ですか？僕もね、年末いろんな番組出まして、ちょっとね制限かけようかなと思ってちょっと僕は鼻ちょっと伸びてきちゃったから、ね、自分で言ってるから。いやいや、もちろんね、あのキャンプ見に来られない、現地に来られない方もね楽しんでもらえるように、YouTube 編集してくれてる岡田さんを筆頭にね楽しい動画にしてくれればと思ってるので、僕も参戦したいと思います。よろしくお願いします。YouTube、他の各媒体、秋季キャンプ見てください。 OK です。 OK。
今準備してもいきます。お疲れ様です。はい、あの午前中、はい、訪問、役場訪問あって、はい、今日練習しないかもとかおっしゃってた。いや、誘われたんですもん。奥さん練習しよう断れな。僕はしたくなかったんです。キャッチボールしようって言われたんでしました。それはもうやっぱお友達いないから仕方ない。いや、まあ大久井さんの今の心の拠り所っていうのは僕だと思うんで。はい、あの友達としてキャッチボールしました、はい、いよいよこう1日ですけど、大久井さんのどうサポートしていきたいですか。いや、まあ昨日もあの大野さんとかみんなで食事に行って、まあ、みんないい人たちばっかりなんで、はい、もう僕の手を離れるのも早いと思います、はい、じゃあ今日までと、まあ、明日からライバルとして頑張ります。ありがとうございました。